のショートホールを使ってお互い何のシャフトで一番近くに寄るんだ大会。あーなんだろうこの安心感。あーなんかいつもの球だな。丸、オッケー。1、3、丸。でなんかすごいな、一生懸命マジックに番号数字を書いてるシーンから始まるこの動画ですが、企画の趣旨をご説明してもよろしいですか。はい、お願いします。ピンまで155ぐらいかな。うん、155、はい、のショートホールを使って見慣れたようで見慣れてない数字を書いたボールを5つご用意しました。105、120、115、125、130で、それぞれ7番アイアンを持ってきてます。同じヘッドでいつもおなじみの、はい、Sフレックスで5本1球勝負で打って、さあお互い何のシャフトで一番近くに寄るんだ大会セルフニアピンコンテスト商品はなし商品は俺にはこのアイアンシャフトなんだっていう確証。ああなるほどね、うん、まあ誰が得するかわかんないですけど、うん、っていうかインドアで数字は取りました、うん、じゃあ芝の上から打って、で、まあ、風もあります、うん、いろんな景色がありますっていう中でピンが立ってます、うん、その精神状態の中でどういう、フィードバックが得られるかっていうところで、まあ、実際コースで打って合うものが合うというところで、もしかしたら、はい、自分の思っているのと違うのがすごいいい結果が出るかもしれない、かもしれない、弾道も自分の好きな弾道が出るかもしれない、かもしれない、もしかしたら全く当たらないかもしれない、うん、そうっていうことですね。はい、それを、やってみたいと思います。よし、はい、行くよ、せっかくだった。順番が綺麗にこう105から行くのか、発売順で行くのか、兄弟シリーズを攻めていくのか。じゃあ発売順がいいな。120から行きましょう。はい。金丸さん、ボールは？僕は BS の X です。僕はね、BS さんのツアービー XS。あ、XS だ。はい。XS もいいんだよね、でも。うん、僕は大好きなんですよ、このボール。ね、これ、ミスショットしたらさ、合わないんですよ。っていうことね。そう。これがうまく打てそうに打っちゃダメだよ。ダメです、ダメです。普通に行きましょう。これ回収するのが大変だな。普通に打ちましたよ、うん、ああなりそうだったんだもんだって。まあそうですよね、うん、お、意外といいんじゃないの。なんかでも、ナイス、持ってったね。持ってったよね。しなるね、うん、しなるしなる結構しなるね。なんかこの辺がすごくしなるじゃあ次行きましょう。130。ああいいんじゃないですか。ああちょっとあれだね。いやでも130やっぱ球高いな。球上がります。うん、自分のイメージしてる目線より首1個上に上がる感じ。首1個、うん、前これ使ってたんだよな。球高いね、うん、高いねやっぱね。でもやっぱちょっと捕まるんだよな。大きい。あ、飛んでんな。飛んでるね。いいな130。うん、俺いいんじゃない今の感じ。いいっすね今のまんまで言うと。自分130いいな。僕も130ですね次は105ですかね。あ、125でしたね。弁護するわけじゃないけど、はいはい、120を、はい、120だなと思って打ったら俺多分もうちょっと球が低くなっていい球になると思う。でも18ホール120だなって忘れずに打つことってできます？うん、絶対できないよ絶対できない。あーなんだろうこの安心感。あーなんかいつもの球だな。えい、はい、ナイスオン。お、近いんじゃないですか。あれ近くない？めっちゃ近いじゃん。やっぱ125なのかな俺。マジでも球の高さが130と明らかに違うよね。なんか130の球の高さは魅力的ですよね。魅力的だね。
重たい、硬い。ああ無理。ナイス。重い。重いんだ。重い。力入っちゃいますね。逆に自分125のこの重さの感じがすごく良かったな。次は105。パリッと感じちゃうんだよな。おー、いいんじゃないですか。でもやっぱこの末尾5のシリーズは、あーナイス、ナイス。105。あー、ちょっと捕まっちゃうけど、でも悪くない。すごい飛ぶわ、飛ぶね。これ球強く出るね、やっぱ軽い分。なんかこうキュッて前に行く感じになって。じゃあ最後115ですね。うん、うん、悪くないですね。悪くないよね、うん、やっぱ末尾5がいいよ俺。あの MB プラスユーザーだからね今僕のエースシャフトなんで、これで結果が出ないといけないんですけど、うん、あーちょっと右出たけど、でもやっぱ悪くないよこれ。一番飛んでんじゃない。一番飛んでるね。最後にさ、はい、一球だけさ、はい、自分がこれって思うの打とうよ。あ、そうですね。それは印つけなくていいじゃん、そしたら。はい。金川さん絶対125でしょ。うん。わかった。絶対125ですよ。125のなんか重さ好きだったな。どう？でもこれでまたよかったら俺また全部シャフト変えなきゃいけなくなっちゃうじゃん。いいんじゃないですか。ああ思ったとこに出る。ああ落ち着いてる。どうしよう、115か130なんですよ僕、うん、どっちだと思います。130。え、これでよかったらまたシャフト変えなきゃいけないじゃん。いいじゃないですか別にこれ踏まえていいんですか。うん、あのピン狙って、はい、こんな感じか。ほら、うわ、めっちゃいい球じゃん。あ、でかい。あ、でかい。俺、クリちゃんお客さんだったら、やっぱ130がいいですよって、球の高さも出てるしって言うもん。僕が、僕をお客さんだと思ってやっても、うん、130がいいっすねって言いますねめっちゃいいじゃん、このシャフト。俺、このやっぱ125の重さがいいな。そうですね。125の R は使ってたじゃない、うん、で、あったかくなってきてちょっと触れてきて、うん、115の S にしたじゃない。125の R とこの125の S の間がいい、うん、バンツーズラシ S を柔らかい、柔らかい方1個、はい、それまたデータ取りましょうか、うん、ね。でもやっぱりこのコースで芝の上から打つとだいぶ印象も変わりますね、うん、感じもあるし。120があまりにもずれててかわいそうな感じなんだけどさ、もう一回打ってもいい？120だと思って打つ。じゃあもう一回だけいいっすよ、うん、今度は120だと思って打ちます。はい、ほら、ちょっと左出ちゃったけど、ああやって打ってたいもん、なんかずっとでも あの合わないの無理に使う必要ないんでもうね、顔がはいはいって顔してたいやでも楽しかった、うん、うん、この間問題ってさ永遠だね。例えば自分とかだと125と115の R、 あの間とかさ、うん、S と R の間とかさ、でこれ間問題がさ、例えば最初からあったとするじゃない、うん、S、うん、SR、うん、R とかって、うん、あってもさ、きっとまたその間っていうんだろうね。そうそうそう、だからね、キリがないんですよ。 S と、じゃあ S と SR の間とか、うん、S と X の間で SX が欲しい、うん、でももうちょっと X に近づけたいんだよなとかって、キリがなくなっちゃう。重さが、あの S の重さで SR の柔らかさがいいとかってなってっちゃうんだよね、絶対ね。そう、キリがなくなっちゃうんですよ。だから結構その、まあ、アメリカの選手の考え方なんで、これは一つの考え方なんですけど、うん、どっちかしかないんだったら、うん、どっちか心地いい方を選んでそっちに合わせる、うん、あ、自分が、はい、あ、だからちょっときついけど
例えば S と X あって X の方が、うん、まあ、フィーリング的にはいいなと、うん、言うんだったらもう X のスピードで使うで S の感じがいいんだったら S のスピードに落として使うっていうのがいいみたいです。なんか最終的に鹿俣さんアイアンうまいですみたいな回になってません？そんなことないこれがこれはね僕の120ですね。あこれあ書いてない、これ最後に打った125だ。これがやっぱ最初に打った125でしょ。やっぱ5のシリーズがいいよね。これはこれ115でしょ。ほらほら105、105、115、125だもん。結局俺末尾5だったら何使ってもいいんじゃんって話かもしんないよね鹿俣さん僕130じゃないかも。130ね、ボールここにあったんですよ、うん、でキャリーここなんですよ、うん、止まってないじゃないですか。でもそれ前行ったらそこ行っちゃうじゃんでも全部あの1ヤード2ヤードで止まってるんですよ。あだちょっとねスピン少なくなりすぎちゃうのかな多分。じゃあやっぱ115115か、うん、120の X で打ってみたいかも。今1球目の130のキャリーがここだと思うんですよ多分、うん、ちょっとだから止められないかも。俺はねもう分かった。クリちゃん末尾5なら何でもいいって話だ。何でもいいんじゃないですかその時の体調とか、うん、使うヘッドとかで、うん、だから末尾5を何パターンか用意しておけばいいんだね、はい、俺ね。そう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 。多分俺130使うんだったら R じゃないとグリーン止めらんないかもしれないです、うん、ああ高さでもやっぱ130特性出てるね。高く出てスピン少ないって、うん、高弾道低スピンできるんだね。そういうことがやっぱ、うん